何からのパンやねありから行かせてもらいました。なんすか、はい、久しぶりやな、マジで。なあ、お久しぶりです。名前うっすら覚えてるけど、ね、久しぶりやな、マジで。いや、自分全然ロケけえへんやん。公園っていうか、まあいいよな、家でカチカチパソコンだけやってな、収入入ってきて、はいはい、でもね、まあ、こっちだけ稼働させて、いやいや、最高の仕事やな。いや、でもね、これそれで言うと、うん、時間で割くと、うん、結構割いてるから。いやいや、何が？あの、そのパソコンの仕事に。そんなわけないよ。そんなわけないことはない。あんな誤字脱字あんな誤字脱字編集がそんなわけない。いや、でもほんまにそれはほんまにそんなことない、いやいや、なんやねん、その譲らんな懐かしいな、その感じも、譲らん感じも。マジのストックなくなってきたら、あ、俺が稼働するしかないと思って来たね、本当に。いや、まあ、ひろちゃんが無理やから。広川さんもね、うん、今日せっかく久しぶりに会えると思ったら、はい、なんか、今日は電気工事士の資格をの実技試験どこ目指してるあの人、本当に作家業はやってんのあの人。なんか聞いたのは、うん、それ取れたら、うん、あのコンセントを増やせるらしいですよ、うん、はコンセントを増やせんねや。俺の力でもコンセント増やせるって言ってました。どういうこと、その2つ、はい、大体2つやけど3段コンセントにできるとかってこと、はい、あ、そうな、こんなにあれ、その電気を節約しましょうって言ってる時代、はい、コンセントを増やす行為炎上するでこれ、ほんまに。ね、着々とね、爪は磨いてるんですよ、もう爪だけ磨いてる。爪磨いてさ、大事なところではさ、こうやって俺の家がね、うん、紹介されたりとかするときはさ、はいはい、あの広川の日の字も出してもらうね、あのことになってるんですよ ね、 ね、ダウンタウンデラックスでね紹介してましたよね。ちょっとほんまコメント欄荒れてたよな、こいつ広川の日の字も出さへんみたいなで、現場の芸能人が、あ、こいつマジでそんな DIY とかできんねやみたいな顔で見てたわあそこにいた芸能人全員騙してもたわ、うん、申し訳ないな、はい、うん、で、なんすか今日は。今日森さんが、うん、あのフッサもいいな、フッサね、はい、フッサはなんか俺テレビで見たことあって、はい、で、なんか結構アメリカの街並みというか、アメリカ雑貨とか古着とかがある街やみたいな、はい、うん、で、昨日ちょうど ABCG の河合くんとロケ一緒やったから、はい、フッサってどうなんて聞いたら、あ、うん、フッサめっちゃいいっすよみたいな、うんうんうん、フッサ五反田ガレージにめっちゃ合ってます。あ、そうなんですね。河合くん五反田ガレージバカほど見てるから、へぇ、河合くん一番見てるで、多分その芸能人の中で。見てもらいましょう。いや、無理やろJ 舐めんなよJ は出えへんねん、それには。でも河合くんが、いや、あそこ行ってほしいっすわ、なんやったらみたいなことを言ってて、はい、フッサ、じゃあ石だけでも受け継いでね、河合くんの、はい、サムネ決まったなABCG 河合の石ABCG ファン、あれとうとうみたいなでももうサムネに映ってない時点で出えへんの確定してるからな。シルエットにして、うん、なんかそれっぽくまた、いやいや、じゃあもうちょいデカめの芸能人したい。でかいっすよ、もうちょいデカめの。でかいっすよ、所さんでええやろ、それやったらとうとうでさ、はい、あのどっか行くチャンネルやったっけ、うんこのチャンネルって、確かにね、今日どこ行くみたいな何やったっけ、 DIY って何やったっけなあ、どっか行くようじゃないですか、何が DIY ってDIY どっか行くようの番組なんかさ、糸島あたりからさ感化されてんじゃん、それはなんかさ糸島会がさ取れ高多かったみたいなあれでさ、はい、なんかアメリカっぽいとこ行けば取れ高多いみたいになってない、はいないや正直、うん、あの軸見つかったなって思ったアメリカっぽいとこ行く、はいはい、見なかったですけど、うん、見ながら編集しながら、うん、あ、これ今後の軸やなって全国のアメリカっぽいところに行く、はい、DIY チャンネル、ガレージ探し、ガレージ、まあね、確かにね。
行ったことない、マジで。マジで行ったことないわ、クッソ。いや、だって、いやこれプライベートで行くって言ってもちょっと微妙な距離ですからね、やっぱ。そうね、うん。だから知名度もあんまないんやろな。いいんですね。うん。クッソなんて俺だって、ここ1年ぐらいで聞いたの、うん、初めて。マジで東京来てから、8年、9年、はい、クッソ聞いてなかったの。マジですか、うん、それも、アメカジのモグリって言われますよ。いや、そう。ほんまにあんのか、もうね、古着屋なんかいや、あるんじゃないですか。ある、うん、やっぱフッサアメリカみたいなね。何や、フッサアメリカ。フッサイコールアメリカみたいな。ムッシュムラムラみたいに言うてる。何や、フッサアメリカ。表示出てたじゃないですか。ああ、ここにあのああナビに、うん、別の道行ってもおかしくなかったのに、よく行けますね。何その彼女みたいなこと言ってくる。いや、ほんまに車運転できる人すごいなって思うのと、このチャンネルでね、森田さんにずっと運転してもらってるのは、はい、申し訳ないなっていう気持ちはある。あるんです。いないやろ絶対に。あるんやったらもっとちゃんと運転の勉強とかするやろ。いや、免許持って、うん、免許持ってんでしょ。持ってんすけど、うん、で怖いんですよね、運転するのが。ね、恋するのが怖いみたいな言い方する。いや、でもでも思いません、はい、本当に、うん、僕が運転するのに。いやいや、怖いよそら。怖いですよね、うん、僕も怖いんですよ。いや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 、知らんやそれは。あんたが別に練習とかしたら別に俺らも怖くなくなるやん。その、いや、でも恐怖心を払拭してくれよ。どんだけ練習しても怖いと思いません、うん、僕が乗ってる。いや、怖いよ。まあ怖いよ、確かに。僕もそうなんですよ。いやいや、そのなんか何がこれ、何、どう言ってほしいのこれ。俺に無理なんですよ。じゃあ無理やなって言ってほしかったね。はい、ああ無理でしょ。いやいやいや、それこそあのこの前ね、ステラ乗ってたじゃないですか。テスラな。テスラ。電気自動車、うん。あんな時代が来たらめっちゃいいなと思いますけど。あ、その自動運転の、はい。より怖いけどな、俺自動運転は。まあね。俺あれにちょっと身任すの怖すぎるなと思ったけど。でもみんな平等でしょ。みんなが自動運転になったら。まあみんなが平等というか。そう、フラットじゃないですか。まあね。だから僕だけなんかえげつなくその事故る確率が高いっていう状況じゃなくなるから。うん、なんかそれはもう預けてもいいかな。それで事故る方がまだショックは小さい。あ、なんか僕のせいにされないから。おそらく車の機能のせいでっていう。そうそう。で、まあそんなやってたら免許失効してました。え、最悪や。免許のこと考えてなさすぎて。考えてなさすぎて、あの1年経ってたんですもん。最悪や。最悪です、うん、完全に失効したんです。これどうなんのそれって。それでいろいろ調べたんですよ。1年以内、マックスで。1年以内は仮免ぐらいまで戻されるんですよ。うわー、最悪やん。最悪やん。もう取られへんやん。でもそれでも1年以内なんですよ。だから1年も過ぎてたんですよ。ちょうど。だから、完全に失効した。え、じゃあもう今無免？無免です、俺。ダサ。無免男。無免なんです。無免 AD。ダサ。ディレクターね。いや、でも免許取った方がいいんじゃない？だって。自分がさ、はい、唯一持ってた資格やんか。まあそうですね、それなくなったらもうアイデンティティもそう。いやいや、免許に免許にアイデンティティ超無個性人間になるけどいいんか。そうです、確かにね、何も持ってない。確かに広川さんはね、電気偽造車。運転免許だけじゃ飽き足らず電気まで取りに行って。確かに、やっぱテスラ乗ってちょっと変わったから。電気自動車乗って、これからはもう運転免許の時代じゃないと。もう電気やと。電気。電気自動車。電気自動車もだからもう直せるんじゃない。電気自動車にもコンセント増やしたいやん、多分。それ今日結果わかんのかな、実技の試験。いや、わかんないでしょ、それ。実技の試験ミスりそうやけどな、なんか。思わへん。うん。やっぱ五反田ガレージのさ、やり方が染みついてるわけやん。それ取れへんと思うねん、なかなか。確かにね。あっ、あっって何回も言ってんじゃん。実技試験で。あっ、ミスった。
あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ミスター、あ、はい、コンセント増えてないよ。減ってるよ、コンセント。あ、すいません。あ、試験管が回って。全然増えてないよ、コンセント。そんな、なんか、青空みたいな環境でみんな並んでやらされてんぞ、試験。みんなどんどん増やしていってる中ヒロちゃんもどんどん減ってってどんどん減らしてって何なん、何すんやろな、実技なんすかね、ほんまなんかハンダゴテみたいなやつやってんすかね。そうやな、そういうことなんかな。うん、確かに。でも環境とかも気になりますね。そのそう、どういう状態なのか。そうですとかね、そんなに何人もいるのかとかさ、はいはいはい、どこでやってるのかとかさとか分からん。その1個、はい、まあ、言ったらその試験受ける人たち集められて、はい、で部屋に入れられて、はいみたいな、ここのコンセントおのおの増やしてくださいよーいスタート全員が壁側にうわってしてコンセント増やしに終わった人から、はい、はい、終わりました、はい、増えました。広川最後まで残って君全然増えへんねコンセント。すいません、じゃプレッシャーかけてくださいあれあれ2000円でできると思ってるけどな9000円使ってるけど、あれすいません、でも事前に持ち込みでその場で買ってるの。その場で買いに行かなあかんから、この出たらすぐ売店があって、あ、なるほどね。あれ2000円できると思ったの、あれなんでそこ安くしようと思ったの。安いよ、天高いいや、そら安く済ます方がそら天は高いやろ、そら実技としては2000円できるわけないの、それあかんよ君、そんな丼で何やってんの。その安さでめっちゃ点稼ごうとしてますもんね。そうなんです。安くできます、はい、僕は時間かかっても安くできますあれやばい君五反田ガレージか知ってくれてるやん五反田ガレージじゃないねんからあんま使ってんねん、お前。悪評が広まってる。あれ君、五反田ガレージか。あ、調布やで。あ、ほんまや。行ったね、昔。調布。え、何で行ったんですか。あの、ファイナルで。調布？さらば青春の怒りファイナルでさ。はい。調布から、あの、あ、こ行ったやん。神津島。あ、神津島ね。神津島行きたいよな。確かに。調布飛行場ね。調布飛行場。はいはいはい。から、大島。抜けて、なんちゃら島抜けて、神津島。わかります。っていうか、あのやっぱ島々にはめちゃくちゃ行きたいですけどね。あれ行きたいな。行きたい。神津島、海きれいやったもんな。海きれいかったっす。確かに、糸島ならぬ、うん、神津島、大島。うん、DIY。大島 DIY。大島はでも割と人多いっしょ。多いし、でも一番多いのは、だからそれの先が小笠原諸島ですよね。あー、そうなんや。はい、もっと遠いんや。めっちゃ遠いです。あの、船で24時間かかるんですよ。小笠原諸島、はい、マジで、はい、あ、そんな遠いの。そんな遠いんですよ。確か小笠原諸島行きたいな。行きたい、あんなに行きたい。行きたいね、マジで。小笠原にアメカジを持ち込んだ男として後世に語り継がれたいなるほど、確かに。ジーパンとかパン、はいはいはい、子供が群がってきてリーバイスだ赤耳だ66だえ、おじさんいいのこれ。いいよ、行ってくれいや、行きたいな。行きたい、ほんまに行きたい。てか、まず神津島行きたいな。楽しかったもんな、うん、楽しかったっつっても夜中やってた大富豪が楽しかっただけやけどなそれは夜通しやってた。一切オンエアしてないですけど、朝まで一切オンエアしてないですけど、あれほんまやってましたもんね。あのチームほんま大富豪好きやったもんな大富豪好きでしたねあのさ、宮崎でさ、はい、俺らがパチンコの営業あってさ、
でそこにファイナルのクルーが来てさ、はい、行きましたね。で最初の方ね、さあ今から、青森行きましょうみたいな、はいはいはい、あって青森の女子高生が、はい、さらばのネタ見たいって言ってるっつって、はいはい、で何で行くねんっつって、まず大阪までフェリーみたいな、はいはいはい、何時間あれも7、8時間でしょ、はい、ずっと大富豪船でしてましたね。朝着いて大阪に、そっからレンタカーで青森や言うて、袋こんなんなりながら運転してたよその後大富豪ってなんであんなおもろいんやろな、あれ考えた人麻雀並みに天才やと思うねんな俺マジで。またあのなんかね、すごく大人になってからやる大富豪ってまた違いますよね。違うのよなやっぱり、ね、学生の時にやってたのと、学生の時の頭の使い方とちゃうのよね、ま、違うんですよ狡猾さがやっぱり出てくるから、あのブラフの演技とかもするもんな全然強いの持ってないフリとかするもんな、しますね。関谷さんとかあのその船についてる、うん、テレビの反射とかで見てますいや坊や鉄みたいなことしてね人のカード、人のカードなんでわかったんですかってお前そこに映ってんだよ懐かしいなぁちょっとやってみたいよな、やってみましょう、やってみたいことは全部やりましょうまあまあ裏さらばとかでいいね、なんでやねんそれは確かに確かに裏さらばみたいな裏さらばキャンプ行ってましたね、あグランピングね、裏さらば結構定食してるなって思いましたけどね正直。どういうこと、いやこのどういうことってこのチャンネルのね方向性とキャンプでしょ、うんうん、だいぶこう相性っていうか、うんうん、領域としてガレージっぽくないですかキャンプ。一回でもキャンプ行ったことあるなら言ってくれていいねんけど、いや行こうとは言ってたじゃないですか、一回もないやん、行こうとは言ってたじゃないですか、言ってるだけやんこのチャンネルじゃそれこのチャンネルってほんま言ってるだけやんかそれはだってスイッチ押すのは森さんが押してください、俺らが行こうっていうのおかしいじゃないですか。まあまあまあ確かにな、はい、裏さらばがグランピングというもので、はい、キャンプという枠を、はい、隙間を空けてくれたっていう考え方してよ、はいね、はいはい、五反田ガレージはグランピングではないっしょってキャンプでしょっていうこと、ああそういうことですね、そうそうそう、開けてくれてるやん、そこまでは定食しないっすよって、ほんまや、そうよかったアホでよかった良かった、キャンプ空いてるやんまだ、うん、そう開けてくれたやん、キャンプ裏さらばに、ほんまっすわ、うん、ありがとうございます、開けてもらったやん、まあ、開けてもらったとっていかんけどな、いやね、行きましょうよ、そこ飛び込まんけどな、行きましょうよ、僕キャンプ行ったんですよ、そういや、どこに、あの長トロ、え長トロ、長トロ、はい、なんでそんな勝手なことしたの、いやいや別に、うん、旅行で誘えよ、旅行で行ったんです、ボタンガレージで行くねんから誘えよ家族と行ったんですよ、あキャンプしに、はい、え、なんなんそんなん興味あんの、いや行きたかったんです普通に、うん、で買ったのギアとか借りました全部レンタル、レンタル向こうで、はい、もうほぼグランピングやないキャンプって言うなよ、そうなんですか、グランピングやない、火焚きましたよ、あ火焚いた、はい、あいいね、そうだから僕ちょっとだけできますいやはい、キャンプのそれぐらいなら俺も多分できますできるかな、レンタルでええんやったら、いやいやできないと思いますよ何今それ挑発して俺を誘い込もうとしてる全然乗る気ないで、うん、日操られんな、あ操られんと思う、ごめん、じゃだから行かれへんわごめんな、 やめとこ、日操ってなんぼですからね、うん、そうなんかもな、俺は操られへん、 やばいなんて、やめとこ、DIY やっててキャンプできないって結構、ね、そうね、何やってくれてる、致命傷よね、致命傷っすね、やめとこやめとこ慣れへんことやったらあかんわでも大丈夫です、僕がいるんで僕がいるんで大丈夫です、あの辻さんに頼むわ辻さんできるんですか、辻さんめちゃくちゃあのキャンプ行くから、あの人マジで、あの人ガチモンやから、ガチモンっぽいっすね、あの人こそほんま五反田ガレージやりたいと思うと、あ巻き込む、それ以上あの人、ね、だってほんま言うとこれ逆やもんなって思うもんな、
五反田ガレージの D と、はい、裏さらばの D。そうなんですか、うん、だって辻さんって仲間と金出し合って、はい、ガレージみたいなやってるからね、はい、そうなんですか。そうよ、ちょっと見に行きましょうじゃあそんな近くにおったんやん、ガレージ持ってる人。そうや、だから俺辻さんにちょろちょろ聞いててん、はい、辻さんあれインスタに上がってあれとかってみたいな、はいはいはい、あれどうやってんすかみたいな、あれなんかみんなで金出し合って、はい、家賃めっちゃ安いんすよみたいな。そうで、あれでかいっすよね、あのガレージみたいな。あ、でかいっす、でかいっす。え、あれ俺らも教えてもらえますよね。あ、全然いいっすよみたいな。その時にやっぱふとあれこの人が五反田ガレージの D やったら楽なんじゃんめっちゃそれはほんまにグーの音も出んなそこまでほんまにやってる。仲間と金出しちゃってなんかやってるかやってないな。大富豪しかやってないやろほんま、ごめんなさい、なんかプライベートで一回キャンプ行っただけで生きて。いや、ほんまやね、マジで仮物の布の下で寝ただけや仮物の木焼いて。ペグ？ペグ、ペグ分かります、あの刺すやつ。分かるよ、俺学童保育でキャンプとか行ってたから。あ、そうなんですか、うん、ペグって初めて刺したんですけど、うん、あれっすね、だから抜けんのよね、あれ何回も抜ける、よう抜けて何回も、ね、そうそう、そんな姿を嫁と子供に見せれねえよ俺やって嫌やわそんな親父のダッサい。3歳の、うん、3歳になったばっかりの子供が、うん、今何待ちって言いましたからねびっくりしたんですよ。これ何待ち、何待ちって言ったんですよ。芦田愛菜ちゃんみたいになってるそんな言葉のチョイスは覚えてたんやと思って初めて言ったんですよ子供が、子供が今何待ち、何待ちってお前それもう絶対小学校とか上がったら言うでほんま、これ何待ちなあ、はい、多分。でもやっぱ嫁も同じ仕事してるから、あ、いやこの仕事ってそれある、あるあるなんですよ。あのテレビに映らないところかもしれないけど、僕はもう散々パラ言われてきたんで、 AD の時とか、今これ何待ち、何待ちとか上の人たちに、上のなんか怒ってる感じですよね、ディレクターとかが、何待ちやねみたいな。それが、はい、なだって家では言わんわけやん、言わんわけやのに、なぜか3歳なんですよ寝言とかで言ってたんじゃんこれ何待ちやねん、一生さんが言われる立場やから。そう、言われる、僕は言ったことはないですよ、ほぼほぼ言われる。だから寝言で今これ何待ちやねんって言われてますあ、でそんなこと発表すんねんってことじゃない、嫌やなそんな子供これ何待ちとか言ってピュアにね、怒ってる感じじゃないですよ、むちゃくちゃピュアに、これ何待ちみたいなイライラはしてそう。いやー、それ使っていくやろな、旅行とか行ったら言ってくるわけやろ多分飛行機でさ、荷物預けてそれが来るまでの時間とか、お父さんこれ何待ち覚えていくな、そういうのをな。覚えていくんですよ、てっぺんとか。てっぺんとか覚えんのかな。もうてっぺんだけどお父さん早寝ろやまだ起きてねこれ何待ちお父さん寝ろ、てっぺんだけど寝ろ、ケツあるんだけどでも確かにそのソロキャンプ、はい、今芸人がみんなやってるやん、流行ってる、うん、参戦してもいいかなとは思ってるよね。でも DIY やってる時点で本来なら片足突っ込んでてもおかしくない領域ですからね。まあそうね、はい、麓っぱらキャンプ場ありますねとかもすごいらしいな、はい、そんなとこもめちゃくちゃすごいですし、ああもっとマイナーなとこまで埋まってます。でなんか今ほんまにモルックめっちゃやってるって言ってたね。あ、そうなんですか、キャンプ場で。へえー、まあ、みんな持ち込んでやってなかったですよそれはそんなあれやろ、だから初心者のとこやからやろ、そんなキャンプのレベルに応じてモルックもついてる。まだモルックまだ行かれへんやろ、それ確かに。モルックなんかだいぶ余裕ないやろ、だいぶ先でしょ。モルックってあれ余裕ある人たちがやるから火も早めに起こせて、はい、テントも早めに晴れて、なるほどなるほど、時間余ってるからモルックやね。なるほどね、自分らみたいなもうそんなもん全部な爪でカツカツでやってる、
お父さんこれ何推し？モルクカットこれ。広川さんから連絡来て、あら今共有 LINE の方に電気技能士の資格の結果おもう分かったみたいです。あらどう、あかんかった、落ちました。ええ最悪や、朝から行って落ちた、落ちたみたいです。コンセント無理です、増やされんかった、増やされんかった、やっぱそうだ、当たってたんですよ、当たってたな。バレたんやと思うわ、ボタンタガレージが。あそんな早く結果出るんですね。いやもうそらすその場で出たよ。はいはい、もうあかん、君もうやめて、もう手止めて、はい、なるほどね、もうゴング小形式やから。ドーン、あの照明もあかんなんて、ドーン。ちょっと電話してみましょうか。あ電話しよう。あ車バイク乗っちゃってるから。あ出た、お疲れ様です、広川さん。どうやった結果は。落ちました。え、なんでなんでそれは。私服を、え、外装衣服を剥きすぎたからなんですけど。なんて、外装衣服っていうのを、うん、ケーブルの、うん、それをちょっと長めに剥いちゃって、うん、体重するときにこれ長いぞって思ったの。うんうんうん、体重とかあんねん。イメージは合ってるんじゃないですか。で体重するときにすぐ調べたら、うん、その長さが完全に規定用になるから伝わってやっぱり、いやそりゃそうやろ、プロになるねんからそりゃそうやろ。ああ俺プロなれへんねんから、俺自分の家しかないからねんって言ってますけど。ああそこはダメでしたね。ああダメやったんや。はい、あとか言っちゃってたんじゃないですか、広川さん。退出する時に言ったもん。あ、まあええか。まだ結果は出てないですけどね、一応ね。あ、そうなん。なんで、あ、じゃあ自己判断で。そうです、そうです。あ、あ、そうなんや。広川さんがただ謙虚なだけの可能性もあるってことですか、今。うん、いや、99% ないな。それ何人ぐらい受けるん、それ。渋谷はとりあえず、こういった会場でも500人ぐらいだよ。そう、マジで。そんなに。イカゲームより多い。何それ、やっぱ何、あのでっかい部屋に入れられて。やっぱ合ってるやん。おお、そんなあるんや。おお、おお、おお、すごい。やっぱあれな、そのみんなうまそうに見えるん。やっぱあのボクシングのボクシングのライセンス取る時の周り全員強そうに見えるみたいな。工具とか自分の工具持ってくるんですけど、おやっぱり年季入ってる人もいるんですよ。おう、明らかに今回の試験のために楽天で買った工具セットになってる人では、おう、まあ、なんか気合入った工具箱で来る人もいる。なんでその気合入ったさ、年季入った工具箱のやつがさ、まだ資格持ってないねと思うよな。確かに。ヒロちゃん、だからさ、電車で来たら帰り車で帰れるで。了解です。ほんまにその電車に飛び込むのだけはやめてな。はいはい。やっぱなんかある程度想像してた感じだった。そうですね。おい、これもうだいぶ近づいてきたぞ。ねえ。てかどこ行ったらいいの、フッサって。なあ。だからこのストリートに多分行けるから。ベースサイドストリート。あ、ベースサイドストリート、はい、だから多分ここ目指せばいいです。あ、そこ目指そう、はい、横田基地、横田基地ってだから言うじゃないですか、うん、今から行くところも横田基地があってフッサみたいなことなんですけど、うん、横田基地ってめっちゃでかいらしいですよ。その基地全部でかいやん。なんどのぐらいでかいと思います。知らんてん。東京ドーム何個も。東京ドーム、
50個。150。50でも割と行ったったと思ったの。行ってたと思ったでしょ。150個。なんかでもここのここがなんかベースサイドストーリーみたいなこと書いてる。この辺が。あ、でもほんまや、なんかそんな感じする。はい。はい、おい。この辺がそうです。カルフェニックス通りやぞ。カルフェニックス通りですね。うん、ほらブルーシールとかあった。これだからどっかこれ入った方がええんじゃん。確かに。この道を。おい、横田基地って書いてる。これ。あ、これ横田基地や。これそうなんですか。うん、学校みたいな感じですけど。宿舎みたいなんで。宿舎みたいですね。あ、ええやん、ええやん。ええじゃないですか。あ、見て。あ、おお。すげえすげえすげえ。アメリカ。アメリカや。アメリカ来たんじゃないですか、これ。こんなカルフェニックスやったのに急にアメリカやな。カルフェニックス通り。確かにカルフェニックスやな。そう見て、うん、あれ、うん、US エアホースって書いてる、あそこ前前。おお、かっこええ。ほんまや、横田基地、横田基地 US エアホース。うわー、いいね。あ、でもいや雑貨屋、あ、ちょっとでもめっちゃいいやん、なんかいいっすね。おう、ビッグママ US エアフォース出た。あれいいよな。あれ入れるんですか。あれなんか車ギャンギャン出てってるね。ギャンギャン出てってますよ。入れんじゃない。なんか観光、入れそうやな。観光してるっぽいですよね、ちょっと。マジで。はい、いや、めっちゃ入って、めっちゃ出てってるけど。入ってますね。なんなんこれ。ラフにロータリーみたいになってるけど。え、入れんじゃないですか、あっちは。そうなん、はい、俺、行っていいの。いいんじゃないですか、行きます。いや、いやいやいや、ほら、あれなんか鳴ってる。ほら、検閲みたいになってますね。あれじゃないですか、森さん。なに、これどうか、カメラ止めろみたいな。これ、あ、やばい、電波少年とかで見たことあるやつや。じゃあ、ダメです。やばい、俺あれやってみたかったんですよ。一回、え、一回行くで、もう。じゃあ、はいはい、いや、いいんか、ほんまに。行きましょう。なんで入っていいんやろ、これ。携帯やけど、カメラって認識されるかな。しまった。これは入っていいんですか。あ、ちょっと待って。あ、これは入っていいんですか。ここは入れません、関係者以外。関係者以外入れられへんねん。身分証ありますか。身分証取らないでください。あ、取らないです。すいません。身分証めっちゃありますか。はい。さあ、おい。ガチガチやったよね。おい、で、怖かったですね。夢すぐ叶ってたやん。取らないで。言われましたね。言った、言った7秒後ぐらいに夢叶ってた。思ったより怖かった。いや、怖かったな、はい、だよね。俺の免許証取り上げて、うん、3分ぐらい何してたあれ。俺の免許証見て、まずコピー取って、コピー取ってリストに入れて、前科見て、思想、思想を調べ。はい、でもアメリカ好きやな。めっちゃ怖かったな。なんかギラついてましたね、普通に。ギラついてたね、やっぱ、はい、安心しました、逆に。なるほど、任せて大丈夫です。日本、日本をね、彼だな。確かに、はい、いや、平和ボケ、平和ボケって言われてますけど、はいはい、これだからもう世界中の人たち見てほしい、ね、これ。日本はこんなにも屈強な国だぞっていう、やっぱりアピールできた。別に普通に。